ファミリ柏は、千葉県柏市柏の柏駅、東口駅前にあるショッピングセンターである。1973年9月29日オープン。丸井柏店が初代の建物からの建て替えで、柏駅前第一商業協同組合ビルとして、丸井がリニューアルオープンするとともに開業した。当時は、柏駅東口再開発にはいた頃であり、ファミリ柏オープン前には、東口のダブルデッキが完成。その後、ファミリ柏がオープンした。さらにその後同年には、柏そごう、柏高島屋と立て続けに、百貨店がオープンした。ファミリ柏は、前日の柏駅前第一商業協同組合ビルに、専門店が入居している。これらの店舗はもともと、柏駅東口の地権者がほとんどであり、スカイプラザに入居しなかった地権者が、ファミリ柏に入居したのが始まりである。これらの店舗で、柏駅前第一商業協同組合を形成しており、ビルの中の商店街となっている。現在は、柏駅前第一商業協同組合ビルの地下1階から5階の一部に専門店が入居している。そのうち、地下1階はゲームセンターがほとんどを占めている。なお、地下1階から5階の一部、及び6階から8階は、柏丸井となっている。かつては、カメラ店、学生服店、手芸店、着物店等も存在していた。しかし柏バットが開業すると、その影響もあってか、元々の地権者テナントがいくつか閉店、移転する一方で、当時の柏バットのターゲット顧客である10代から20代向けの店舗が多く入居するようになった。2014年8月8日には、かつては地権者テナントとして2階で営業していたドラゴンカメラの跡地にAppBankStoreが開業している。3階には柏駅前行政サービスセンターがあり、住民票の交付、出生届の受付等を行っている。住民票の交付等一部業務については、流山市や我孫子市のものも扱っている。ありがとうございます。